イブ、本当に留守番でいいの？はい、ちょっと昨日の疲れもありますし、私のことはお気になさらず。お土産買ってくるからね、美味しいクリームコロネ。あ、お昼は別行動だけど、その代わり夜はみんなでバーベキューね。ついでにその買い出しもしてくるから。よろしくお願いします。イブちゃん、ゆっくり休んでくれ。もし何かあったらすぐに連絡するんだよ。ありがとうございます。皆さんもお気をつけて。ああ、怪我だけはしないようにしないとな。今日は思いっきり飛ばしてみるつもりだからさ。シルバーさんによろしくお伝えください。それじゃあ皆さん行ってらっしゃい。すっかり駆け足まで完璧だね。さすが筋がいいよ、トモエちゃん。ありがとうございます。瀬田先輩の教え方がうまいからですよ。それにほとんどこいつのおかげです。私は乗せてもらってるだけ。それに気づけるのも才能さ。人は全て自分でコントロールできていると思いたがるからね。でもせっかくこんなに仲良くなったのに、この旅行が終わると会えなくなっちゃうんだよな。夏の夜の夢はいつか覚めるけれど、この思い出や絆は消えないさ。今昼ですけど。些細な違いさ。また会いに来るといいよ。ともちゃんさえよかったら次の機会も誘わせてほしいな。え、いいんですか？ぜひお願いします。喜んで。私も乗馬仲間ができるのは嬉しいからね。ありがとうございます。また絶対会いに来るからな、シルバー。ただいま。はあ、重い。いっぱい買っちゃったね。うん、美味しそうなものいっぱいだったんだもん。みんなにも早く食べてほしいな。あれ、イブいないのかな。お散歩？でも靴はあったよ。じゃあ寝てる？大丈夫かな。あ、お二人ともお帰りなさい。あ、どうしたのイブちゃん、顔赤いよ。もしかして風邪ひいちゃった？大変。お薬とかあるかな。とにかく横になってないと。よかった。それよりイブ、そんなにサウナ好きだったの？好きというか懐かしくなってしまって、とっても気持ちよかったですよ。そうなんだ。私あんまり入ったことないかも。モッキーのサウナは最高なんですよ。サウナで温まった後は湖の涼しい空気で冷やす。甘いのとしょっぱいの交互に食べるみたいな感じ？そんなにいいなら気になっちゃうかも。さやちゃんは？うん、私も入ってみようかな。私もう一度入ろうかなと思っているんですが、お二人もどうでしょう？うん、入ってみる。ちょっとだけね。夜のバーベキューの準備しないといけないから。